ベルリンフィルハーモニー、1957から1963年、ベルンハルト・ハンス・ヘンリー・シャローンは、ドイツの建築家。ベルリンフィルハーモニー、シュミンケテーなどの作品で知られる。シャローンは、シャーロンとも表記される。家庭と仕事場店のための寮、ブレスラウ、1929年ブレスラウの家、1929年、シュミンケテー、1933年、 ハンス・シャロー・オムは1893年、ブレーメンで生まれる。16歳で最初の設計を行い、18歳でブレーマー・ハーフェンにある教会の改築コンペに参加。1912年、ブレーマー・ハーフェンでアビトゥア資格を取得し、ベルリン工科大学で1914年まで建築学を学ぶが、卒業はしていない。1914年、 第一次世界大戦に志願兵として従軍、ベルリンで良き助言者であったパウル・クルーヒエンから、ロシア軍との戦場になった東プロイセ戦の復興計画への助力を壊れる。終戦後の1919 19年、フリーランスの建築家として、ブレスラウにある復興計画の事務所の責任者となる。ブレスラウとインステルブルクで、多くの計画を実現するとともに、ドイツ表現主義芸術家のグループ。 ブルッケをはじめ、数々の展覧会を開催した。1925年、ブレスラ工芸専門学校の教授となり、並行する1932年までその職を務める。1919年、ブルーノ・タウトラの表現主義建築家グループの往復書館、ガラスの鎖に参加。1926年、デルリンクル・コルビュージェ、ミース・ファンデルローエ、グロピュスらと共に参加。 1920年代の終わりには、ベルリンのジーメンスシュタットに建てられた広大な集合住宅の設計を行っている有機的建築を主張したことで知られる風光ーーヘーリングの著書は、シャローオンに大きな影響を与え、合理主義というあらかじめ定式化されたスキームから離れて個々のケースにおける独自の機能的特徴から建築設計を発展させていく方法へと傾斜していく。 ナチスドイツの時代になり、多くの友人、同僚がガラスの鎖やテルリンクを抜けて国外に脱出しても、シャローンはドイツに留まった。この時代、シャローンは少数の個人住宅しか手掛けていないが、ザクセン州、レーバウに建てられた、主民家庭はこの時代のものである。その後の住宅は、外装においては、政治的に定められた仕様を守らなければならなかったが、内部においては、 シャローン独特の空間が展開された。戦時中は爆破による被害の復旧作業に奔走する日々であったが、そのまま建築的なアイデアや展望は、密かに多数の水彩画として残し、夏の時代が終わるのを待ち続けていたのである。第二次世界大戦が終わると、連合国から都市建設会議のメンバーに選ばれ、建設と住宅を司る地方館長の長官の職に指名される。 戦災にあったベルリン市宮殿跡で行われた展覧会はベルリン都市計画第一報と題され、シャローオームは自身の都市再建に対する考えを発表した。しかし、ベルリンの東西分割が明らかになると、シャローオームは政治的に宙に浮いた存在となってしまった。1946年、ベルリン工科大学の建築学科教授に就任。 都市計画学会における教職も兼任した。戦後、シャローンは、戦中のアイデアを実現する機会に恵まれる。シュトットガルトの高層集合住宅、ロミオとジュリエット、留年のケシュビスタースコールギムナジウム、そして有名なベルリンフィルハーモニーなどがそれである。これらの作品に共通するのは、緻密で想像力豊かな空間構成である。学校の計画においては、子供のスケールに合わせた、 小さな空間がまるで街を形成しているかのように繋がれており、集合住宅においては機能と空間がフレキシブルに割り当てられるように工夫されている。また、ベルリンフィルコンサートホールは音楽ホールとして最も優れた作品であると国際的に認められている。式台を中心に観客席が演奏者を取り囲むように配置されるという変則的な形をとり、天井は テントの幕のような形状でそうなし。在ブラジルドイツ大使館は、ドイツ国外に残されている唯一の作品である。ベルリン州立図書館シャローンの作品の中には、彼の死後に完成したものも少なくない。ドイツ海洋博物館、ボルフスブルクの劇場、ベルリン州立図書館などがそれである。ベルリンフィルコンサートホールに、音楽研究施設や楽器博物館、 黒い線分解石基金などを増築する際には、シャローンの死後、一人で事務所を運営したかつてのパートナー、エドガー・ビズニー・ブスキが管理を行った、ベルリンフィルコンサートホールのファサードを金色に洋曲酸化処理したアルミプレートで被覆したのは1980年代のことであるが、春工時はコンクリート立っ放しの上、黄土色の塗装仕上げであった、シャローンの原設計で、 ドイツ再統一後、ポツダム広場の再建が行われたが、これによってこの地域の都市再開発に関するシャローオンの設計は、祭、1955年から1906、パウルヒン・デミットの主要な社交メンバーの一人でも、あった、バイセン・ホーフジ・ードルングの住宅、1927年、シュトゥットガルト・ジーメンス・シュタットの住宅、1929年から1931年、ベルリン、 ありがとうございます。